でないでニヤニヤチャンネルです。ということで本日も仮面ライダーについての動画はどんどん進めたいと思います。で先ほどちょっとねお荷物が届きまして、何も買ってないんやけどなって思ったんですけど、何これ、え、なんか絶対ちゃうよねと思ったんですよ。でちゃうよね、なんか買ったっけなと思って、こういう段ボールが届いたんですね。開封動画を撮っていきたいと思います。うおおやば、アンクの手が届きました。やば、ちょっと上げてみよう。うわ、これどうやって、うわ、すごっ。ゆっくり大事に当てよう。これはちょっと、もう何年前ですか、仮面ライダーオーズ。10年前10周年、今年ちゃ去年分からへんけど、すごくない？でもこれ開けろ、開けちゃおう。やば、待って、これすごっ。開けていきますね。すごい、これちょっとやば、なにこれ、どうなってんの、いろいろ分かってないよ。とりあえずつけてみたらいいか。これはやばい。これは直筆ではないよね。じゃあ細かく見ていきましょう。ここが、この作りがすごいよ。指輪とかもしっかり造形されてて、どこ取れへんよ、もう細かい。これはすごい出来ですよ。んで結構プレ版で見た時はここがもう布かなと思ってたんですけど、ラバーコーティングとかされてて、すごい出来やと個人的には思います。ここがちょっとこねとけと思うけど、でこの腕部分ですね、このグラデーションが、すごいね、これ。もうこれは圧巻でしょ。すごい。
またちょっとつけてみて、手のひらこすごいよねこれ、自然と何よりこれつけるとちょっとアンクっぽい、この手のなんかアンクってなんかこういう感じの指じゃないですか。なんかすごいっすよね、自分の腕がこうアンクになっちゃった。これはおかって大正解でした。はい、じゃあちょっとね、着終わったので俺の音声確認をしていきたいと思います。で、上にボタンがあって、これがメダルオンで、長押しすると食べる音があるんですね。で、ここにボタンがあって、長いな、セリフが。おい、多少のリスクがなんだ。ここで二人とも死ぬよりはマシだろう。早くやれ、レジ。変身しろ。これがシーンが切り替わる音なんですね。歌は気にするな。それはボーズ。どれだけのものかは戦ってみれば。中にいるんだよ。あれは人間に寄生するタイプだ。寄生した人間の欲望を暴走させて、そいつをメダルにして溜め込んでるってわけだ。別に欲望に理由なんかあるか。欲しいからあって、お前がパンパンになるのと一緒だ。メダルのコンボ、その意味、メダルの本当の力が見られるかもな。シーン7ですね。気は進まないが、お前一人でも変身できなきゃ面倒なこともあるって分かったからな。夢なんてのはお前ら人間が欲望を都合よく言い換えただけだ。綺麗も汚いもあるか。俺が欲しいもの、もっと単純だ。世界を確かに。何が分かったな、エイジ。お前は何も分かってない。何も欲しくないって顔するんだ。欲しいんだろ。いや、すごい。これが日常モードの最後のシーン
10。レジ、目覚ませ、死ぬぞ。俺はいい、欲しかったものは手に入った。そうだ、お前たちといる間にただのメダルの塊が死ぬとこまで来た。こんな面白い、満足できることがあるか。お前を選んだのは俺にとって得だった。長いな。間違いなくな。お、長いな。お前が掴む腕はもう俺じゃないってことだ。おお、これね、日常モードが終わって、ここを押す。リードがメダル集める理由は一つしかないだろ。何今の？メダル、セルメダルの音だ。来い。確か、なくして助かる命はないって言ったな。ただで助かる命もないんだよ。俺の言う通りに動け。エイジ、これを使え。エイジ、真ん中をこいつに変えろ。やっぱ人間を選んだのは失敗か。勘違いするな。お前の役目はメダル集めだ。セルメダルがいるんだよ。とにかく待て。おい、エイジ、大物だ。絶対逃がすな。エイジ、こいつで足止めしろ。おい、エイジ、コンボだ。うわ、すごいな。コンボのやりすぎか。カザリ、こそこそ付きまとってるとはお前らしいな。そういえば人間に寄生する闇はお前のお得意だったか。気をつけろ。そいつは取り戻しに来たんだ。その一枚は奴のコアメダルだからな。エイジ、こいつで行け。エイジ、死んでも取られるな。ふん、俺は価値なしと見たらすぐにお前を捨てる。おー、すごいね。この気配、闇か。あるいは多いね。あいつら横取りする気か。エイジ、おい、エイジ、気をつけろ。優しい。そいつはクリードの一人、メズールだ。おお、メズール、俺のそばをうろうろするな。邪魔だ。エイジ、何やってる。また妙な具合に成長したな。エイジ、変身しとけ。なるほどな。エイジ、さっき取ったこいつを使ってみろ。めっちゃエイジって呼ぶの。人間は欲望一つコントロールできない。俺の言った通りだろ。スーパー、お前のメダル一枚はカザリが持ってると聞いてるか。やっぱりな、あのカザリの言うはずもないか。持ってったんだよ。俺たちは一枚取られた。エイジ、今だ。揃ったな。三枚。俺たちの名はグリード。欲望だ。欲しがらなくてどうする。迷信ばっかりじゃない。エイジ、何やってんだ。こいつを使え。まずいな、あの人たちは。よせ、本当はやばいと言ったろうが。どうなっても知らないからな。バカが。だから今度はやばいと言ったんだ。やっぱりお前にメダルを持たせるべきじゃなかった。ヤミーか、メダルを稼ぐチャンスだ。
しっかり稼げ。エンジン、俺に命令すんな。使う分以上のメダルを稼げよ。大丈夫、ただじゃない。エンジン、ヤツに気遣ってさせんな。メダル全部持ってかれんぞ。ガメル、お前に付き合ってる暇はないんだがな。エイジ、逆に奪ってやれ。これを使え。ボケッとすんな。エイジ、ガメルからコアメダルを奪い取れ。上出来。いや、それ以上だ。カザリー、最近見かけなかったが、随分と景気が良さそうだな。こっちはもう一つだ。お前ら潰して、すっきりさせてもらうぞ。エイジ、今はこれしかないんだ。俺の目的は一つだ。必ず完全に復活。いや、それ以上の体を手に入れる。それまでオーズは必要だ。あ、これで終わりです。で、最後がモード3。持つべきものは使えるバカだな。以上です。